6名東町にて撮影。6名東緑道の起点、送電鉄道が立っている。6名東緑道の終点付近6名東緑道は愛知県岡崎市の6名東町、6名新町を東西に通る緑地帯を含む道路の愛称。緑地帯の正式名称は第5号6名東緑地。 この地区で1969年度から1979年年度にかけて実施された都市計画と地区活整理事業の一つである。送電線統合改良を目的として中部電力岡崎支社により建設された送電鉄道4基が建っている。1976年4月30日に完工した。道路中央部の緑地帯には黒松、胃腸、ケヤキ、黒金持ち、車輪バイ。 アベリア、その他の植物が植えられている。六名東町にあることから六名東緑道と名付けられたが、厳密には半分以上の区間が六名新町地内である。六名東町交差点からの直線道路で、突き当たりまでの延長は約650メートル。六名東緑道を越えて、西に行くと六名本通りに交流する。緑地帯を挟んで両側にある車道は一方 通行道路。途中、信号機による交通整理がない交差点が2箇所あり、この地点は危険箇所のため十分に徐行する必要がある。ありがとうございます。